アスマートにお越しの皆様、山田アンナです。私の初主演ドラマ幸色のワンルームのブルーレイの発売が決定しました。原作のシーンの再現に細部までこだわって撮影されたドラマですので、原作とブルーレイを比較しながら見ていただけるとより楽しんでいただけるかと思います。ぜひご覧ください。私たちの関係は歪んでいる。君を傷つけるかもしれない。怖くないの？親につけられた名前は捨てる。出来損ない。お兄さんが私に名前つけて。僕、ネーミングセンスないけど。幸せって字を書いて、サチ。素敵な名前。お互いの本心なんて必要ない。だけど本心から必要としていなくても、少しでも幸せと思える瞬間がこのワンルームにあるなら、僕は、私はそれにすがりたい。警察の威信にかけて少女を探し出せ。見られたくないもの家にあるの？くっそ汚な。辛いことがあるなら相談に乗りますよ。いつもの時間にね。自分で終わらせよう。そうしたらこの幸せが永遠になるから。なんだよそれ、今の俺には。サチしかいないんだよ。幸色のワンルーム。